女性たちがお酒を召し上がる座敷と遠くに見える土手を表す江戸時代の浮世絵版画。1780年代後半に刊行された久保春満の向島の料理茶屋。隅田川の東の岸辺、向島の料理茶屋の建物は、鯉の料理で知られた実在した料理屋がそのモデルであるとされます。向こうには見巡りの土手と稲荷神社の鳥居が見えます。このように画面の奥側に風景を望みつつ、室内で人物たちがお酒を飲み三味線を鳴らすシーンは、鳥居清永の絵本物見が丘の図がモデルです。しかし本作では鮮やかな色をほとんど使わず、黒や灰色といった彩度が低い色をベースにした紅嫌いと称される色使いや、登場人物をいずれも女性とする点に独創性が認められます。